宮内庁によりますと、窓道代さんが亡くなった翌日の1日に、侍従が電話を通じて皇后さまの弔意を遺族に伝えたということです。皇后さまは1989年に児童文学の研究者から依頼を受け、自ら選んだ窓さんの20編の詩を英語に訳し、ジ・アニマルズとしてまとめられました。また、1993年にもさらに60編の詩を訳され、窓さんはその翌年に子どもの本に貢献した作家や画家に贈られる国際アンデルセン賞を受賞しています。また、東日本大震災で被災した子どもたちに読んでもらうため、被災地に窓さんの詩集を贈られています。